集めすぎたんでね。
空海ファウンデーションへの請求が割増になりますが、よろしいですか？ねえ、構わねえよ。わかりました。では、良い旅を。やっぱり言われちゃったっすね。くだらねえものを拾っちまったからな。まあいいじゃないっすか。重いのはいつものことですし。まあな。うちに回してくれって言ってもよかったのに。言えるか。これ以上ややこしいことはごめんすよ。うんうん。ここまで起動できるものとは正直驚いた。機銃の制御をそちらに回します。射撃をお願いできますか？了解した。そのくらいしないと護衛の意味がないから。何よこれ。そんなこと言われても、私ただ事例を伝えてるだけです。だからその事例が納得できないって言ってるの。もういい、あなたじゃ話にならないわ。局長を出して。局長。はい、ちょっと待っててください。主任、ちょっと怖いですよ。みゆきちゃんを怯えてたじゃないですか。何も怒鳴らなくたって。何言ってるの？これが怒鳴らずにいられること？ああ。局長、どういうことですか、これ？見ての通りだが。なるほど。これが私の目の錯覚でなければ、この書類には、コスモスは第二種装備受領後に、第二ミルチアの二極に引き渡して、私たちには即刻帰投しろ。そう書いてあるように見えるんですけど。だから見ての通りだと。当初の予定とも合致している。一体何が問題なのかね。局長。頼むよ宇月くん、私だって君の気持ちは十分理解しているつもりだ。それに報告書を見たが、実用上特に問題となる点はなさそうだし。いいえ、全然理解していらっしゃいません。いいですか？勝手に動いているんですよ、あの子。その原因も特定できていないのに、二極に渡すことなんてできません。実戦装備だなんて危険すぎます。それに、あの子のことは私が一番詳しいって、局長だって知っていらっしゃるじゃないですか。ボークリンでの一件、富樫君から聞いたよ。幸いにしてうちに人的被害はなかったが、かなり危険な状況だったそうじゃないか。そんな現場に君たちを残しておけると思うか。承知の上です。しかしだね、局長。わかった、負けたよ。上の方は何とかしておこう。手続きはみゆき君に任せる。ありがとうございます。ただし無茶はなしだ。少しでも危険を感じたら速やかに状況を中断すること。2年前のようなことは二度と繰り返したくない。いいね？そのつもりです。よかったですね先輩。当然の権利よ。言っても何にも出ないわよ。本当ですってば。あの僕は。ああ、アレンさん、そちらにいたんですか？
ファンですかって、僕だって行方不明の当事者なんだから。あらま、全然気づきませんでした。全然って、みんなは何も、忘れられてたんじゃないですか。アレンさん存在感薄いから。でもよかったですね、アレンさんもご無事で。ありがとう、最高に元気づけられたよ。救難信号が出てるんだ。どうして助けてあげないの。厄介ごとに巻き込まれるのはお前らだけでたくさんだ。まずい、車線事故に乗ってる。なんだと、倒せ。共感命に触れたらお倒すだ。いい気になりやがって。どうする船長、参戦するか。我がこいてんじゃねえ、さっき言ったばかりだろ、厄介事はたくさんだって。後部第4区に被弾、外角の一部損壊。やりやがったな、この投炎部が。船長、うるせえ。奴らの敵は俺らの味方だ。トニー、アイさん、来なくちゃな。そう、来なくちゃなって、この図体でハイパースペース戦闘冗談でしょう。本気も本気、何失敗すんだって。このトニー様の相関テクニックとエルザのロジカルドライブが合わされば不可能な軌道に行くぜ。よほどおせっかい好きな連中なんだろう。まだ行けるか。はい、大丈夫です。いい返事だ。アラテッス、レッド
じゃ下げきれない。大丈夫。ももは平気です。これでも見た目より丈夫にできてるんですよ。それよりジギーこそ。これは見た目通り丈夫にできてる。30% で対処します。アレン君は中佐と一緒にキャビンを守って。マジっすか。頼んだぜ。